なるほどね。この前、はい。ついたことなんですけど、コンビニでね、コーヒー、カフェラテ買おうと思って、カフェラテマシンに行って、ポチって押したんですよ。したら、あの、ミルクしか入んなくて、ジャーって。ある、ある、ある、ありますよね。ある、ある、店員さんに、あ、これちょっと切れてるみたいです、豆が、って言って、言ったんですよ。したら、その店員さん全然わかんなくて、 あの、あ<ー>入り立てでね。で、先輩の人に、うんあ、すいませんって言ったら、その先輩の人は、うん。なんか知った風な感じだったんですけど、その人も全くわかってなくて、<laughs> あ,<ー> <laughs> あこれ、このままいけますって言って、ミルクだけ出されて、はい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 。<laughs> あ、このままいけんのかなと思って、ちょっと飲んだら、み、マジでミルクなんで、いや、これいけないですって言って、<laughs> このままいけますって何このままいけますって何 <laughs> これいけないですって言って、 もう一回カップ出されて、あもう一回やってもらっていいですかって言われて。ああ、うん。もう一回やったんですよ。うん。もちろんミルクなんですよ。そうだね。はいはい。で、また俺一口飲んで、あの、これミルクなんていけないですよって言って <laughs> いや。見たまんまミルクしかないじゃん、<laughs> それ <laughs> コ。コーヒーが出てこない。ないから。ああ。で、あの、ここ豆入れるんじゃないですかって言ったら、あ、うん、あ、はいって言って豆入れ始めたんですよ、二人。 あはいはい。はいはい。はいはい、ついに。で、あ、こんな、わかんないんだと思って。二人,いや <laughs> 二人で、こんな二人でやらせるなよと思って、ちょっと。びっくりしました、ね。全然、わかってなかったんだ、二人で。二人して。二このままいけますってないだってミルクしか出てねえないいかった。ミルクじゃん。ミルク出てるのか。<laughs> 一回飲むじゃないですか、俺も。もしかして出てるのか。<laughs> 出てないよ、だって。ミルク、いやもうミルクだな。 あびっくりしたな <laughs> むかつあいたとえびっくりしたああ<ー>ま,まあまあまあでもそれ言うのすごいわもう俺2回目ぐらいでも諦めるわいやわかる俺もね諦めようと思ったんです 2>,、ねまあね、2回目でミルクだったらもうなんかもうあもう嫌ってな,なりそうだわる <laughs> 帰るの、まあ、そう帰るのそれうんいやもう諦めるもん言うのがもうちょっとしんどいから分かる分かるあでも言ったんだそこ うん、なんか、偉いなぁ。いや、言ったらって言われて、もうも、もう<ー>帰ろうとしてたんですよ。<laughs> は,いはい。いや、普通は帰るよ、もう。見る一人だったら帰ってるよ、これ <laughs> 帰ろうとしたんですけど、さすがに言ったらって言われて。あ、ね <laughs>。いいまでも一人だったら帰ってるよ。帰ってたなぁ。<laughs>